皆さんこんにちは。こんにちは。うさここと南美咲です。そして兵藤さやです。おちゃらじ第130回ですね。よろしくお願いします。お願いします。今回は推し活で病んだ時どうするというお話をしていきます。このおちゃらじは毎週水曜夜8時から私のチャンネルと兵藤さやちゃんのチャンネルで交互に配信しています。偶数回は私のチャンネル、奇数回はさやちゃんのチャンネルに配信されますので、ぜひどちらもチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。推し活で病んだ時どうするという今日のテーマなんですけれども。なるほど、オタク必見のテーマですね、ですねまあね、推し活、私は、アニメとかね、いろいろ好きなものがあって、そういうね推しがいて、でさやちゃんはディズニーが好きだよね。そうですね、まあ、アニメとかもねずっと通ってきましたけど、うんうん、今はディズニーが一番ホットですね、ずっとそういう風に私たち推し活を普段楽しんでいるんですけど、まあやっぱりねオタクやってると病む瞬間もちょっとはあるよね。いろいろありますからね、オタ活にもねね、本当にでその中で特に私が多いかなと思うのが、こう他の人と比べるっていうこと。ね、他の同じファンとか同担って言われる人たちと比べて、うん、グッズの数とか現場の数とか、うん、そう、で、あと知識の量とかあるよね。もう首もげそうなんだけど、そのいやめちゃくちゃわかるわそれは、ね、本当にそういう風にね人と比べて落ち込むっていうのが私たちもあるよね。あるね、そのさっき言ってた現場の数、グッズの数、うん、知識の量あるね、あるよね。確かにもう D オタさんってさ、もうすごい人ってめっちゃすごいじゃん。いや本当にね、もうあの私なんて足元にも及ばないんですよ、もうそうなの。いやでも本当にさ、なんかもういつもインしてる、なんかパークにいるみたいな人もいたりそう、いる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 よね。グッズの発売日にはもう必ず買いに行ってるとかっていう人もいたりするよね。いや本当にもうなんか下手したら365日パークにいますみたいな人いるからね確かにもう住んでるんじゃないかみたいなレベルで。さやちゃんってそういう人と比べちゃった時はどうしてるの？いやそうね、本当にあって、やっぱり私本格的にやっぱディズニーが大好きになったのって、まあ、年パスを持ち始めた2016年ぐらいとかからなので、まあ、まだまだ歴も本当に何年ぐらい、6年ぐらいとかでってなった時に、ディズニーランドがオープンした時からファンでしたみたいな方々と比べるっていうと、もうなんか本当及びませんっていう感じはもちろんあるんだけど、でもやっぱそういった時にはやっぱ自分なりの愛の形を自分で認めるっていうのがすごい大事だと思っていて。おー、自分なりの愛の形。そう、やっぱりもちろんこう現場の数、グッズの数、知識の量も一つの愛の形ではあるけれども、なんかやっぱ私が大好きなこうディズニー社さんが提供する、オリエンタルランドさんが提供する、ね、様々なこうアニメーション作品やパークのエンターテインメントっていうのって、やっぱ提供者の皆さんが私たちファンに楽しんでもらいたいと思って心を込めて作ったものだと思っているんですよね。だからその心を込めて愛を込めて作ってもらったものを全力で自分なりに楽しむということが、やっぱその提供してくださっている皆さんへの一番のこう恩返しというか、愛を返す形になるのかなと思うから、4歳と2歳の娘とかもいるので、家族で、まあ、あの自分たちのペースで楽しむっていうのが一番自分たちの今できる愛の形かなっていうふうに思って、家でこう作品を見たりとかパークに行ったりっていうのを自分たちのペースでやってるって感じかな。わーすごい、もう愛の形、自分なりの愛の形っていうのを見つけて、そのなんかモヤモヤして他の人と同じようにとか、あのすごい人みたいにってやるんじゃなくって、もうさやちゃんはさやちゃんの形で楽しむっていうのをやってるんだね。いや本当にそうなんだよね。そうそうそう、うさこちゃんはどう、人と比べてとかありますか？ありますね。それこそ新規か子さんかみたいなのもあるしそうで、あとはあの可愛いオタクさんとか見ると、もう同担さん見ると、うそう、いやもうマジすいませんみたいになって逃げるようにこう隠れるみたいな癖がそうあったんだけど、
そう、私もまさにさやちゃんと同じように、なんか自分と推しの世界っていうのを作って、その中で楽しむっていうのはずっとやってます。うーん、なるほど、自分の世界を作るのね、うんうん、そう自分なりのやっぱ推しの楽しみ方っていうのを考えて、それでなんか自分の世界で楽しむから、他の人の世界とはまた違うちょっと世界線というか、なんかこうパラレルワールドみたいにいっぱいあって、その中の自分のそれこそね、さやちゃんが言ってくれた愛の形で楽しむっていうのは結構ずっと意識はしてるなって思います。いやー、いいね、やっぱそれだよね、うん、こうまさにさ、こう別の世界線じゃないんだけど、やっぱ愛の形は人それぞれだから、うん、こう自分の愛の形を認めることによって、例えば自分よりももうすごい頻繁にこう現場に通っている方の愛の形ももちろん認めることができるし、逆にこう自分よりもそのなんだろう、頻度とか量とかで言うと、まあ、少ないというかっていう方のファンとしての愛の形ももちろん認めることができるようになるよね。うん、すごいいい話。なんかその自分との違いとか愛の形の違い、世界の違いをこう上下で比べるんじゃなくて、うん、なんかそれぞれ違ってみんないいよねって思えるようになるって、すごい最高の推し活オタクの形だなって思います。いや、本当そうだね、量とかっていうより形が違うだけっていう感じだよね、うん、本当に。ね、もし推し活で人と比べてね、ちょっと落ち込んじゃった、悩んだっていう方は、よかったらこの愛の形っていうのを一つ参考にしてもらえたら嬉しいです。はい、というわけで今回もお届けしたのはうさここと南咲と兵藤誠でした。ありがとうございました。またね。